去年1年間の、プロサーファーの選手たちをベースに今回このモデルを考えました。今の若い子たちのサーフィンをちょっと研究したというか、こう、まあ、見てた時にこう波のパワーがあるところでの演技をするのがすごく上手な子たちが多くなってきたので、このモデルを開発するにあたってそれに対応できるようなロッカーだったりコンケーブの水の流れだったりを考えました。僕の板でその背景っていうのは正直今回は本当になくて、全体的にハイロッカーっていうのが、まあハイパフォーマンスは今まで作ってたんですけど、ここまで結構ハイなモデルはなかったです、はい。今の子たちの本当サーフィンのイメージでスピードを僕はすごく重視してるんで、やっぱスピードをこの板でつけれるっていうのが次の課題というか、この板でスピードを出せればさらにこう次の動作が生まれてくるんじゃないかなっていう考えがありましたね、はい。僕はやっぱりまだハイパフォーマンスっていうのにすごいこだわってて、そこで今若い子たちが僕の板を乗ってくれてる子が多くなってきてるんで、やっぱりこういうモデルをちょっと勉強しないと次に行けないのかなっていう正直な意見です、はい。海外ブランドもそうなんですけど、やっぱり今のサーファーの子たちにはこう適したものをロッカーだったり厚みだったりコンケーブだったりとか、まあ人それぞれいると思うんですけど、基本のベースがちょっと昔と変わった感じがしてて、とにかくスピードをこう意識してる子たちがどん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 増えてきてるなっていうのと、まあ僕自身がそれをこう望んでるというか、うん、それで背景をこう思い浮かべながら作りました、はい。正直な意見、板を長くしたいですよ。このモデルは板を長くすればするだけロッカーもきつくなるんで、はい。一時こう短くなった時代からまたちょっと長さを出しても振り回せるっていう、まあ、年齢は別でもやっぱ僕なんかもまだサーフィン上手くなりたいっていうのが強いんで、僕の年齢でもこういうハイパフォーマンスを長い板で乗っても振り回せるなっていうのを、まあ、ちょっと意識しながら作りました、はい。僕は正直惚れた波をベースにちょっとイメージして作ってたんで、やっぱ千葉の波でもこうパワーがある時が多かったんで、そのパワーに負けないようなサーフボードをイメージしましたね、まあ、全員に乗ってもらいたいんですけど、うん、率直な意見としてはそうなんですけど、まあやっぱ試合にまだ頑張ってる方だったり、うん、やっぱプロサーファーもそうなんですけど、なんか今までのモデルと全く違うモデルでチャレンジしたいなっていう子たちをこうターゲットにできたら嬉しいなと思います。で実はもう僕これ今回もう作って、まあ乗ろうと思ってちょっと作ってるんですけど、長さが結構長くで幅が細く、厚みは出してますで、まあそれでも29リッターか30リッターぐらいをベースに考えてはいるんですけど、長さはねちょっと今まで僕510とか59とか乗ってたんですけど、6ぐらいまで長くして、で幅をね昔の、まあ、僕がちっちゃい時から乗ってたぐらいの細さっていうか、18と8分の7とか18台で、今まで19台だったんですけど18台でこう作って細くして長くして、まあイメージ的にはこう水の流れをストレートにこう流すっていう、コンケーブも深いしわりかしロッカーもきついんで、ストレートに水を流して直進性を出し、まあ僕の年齢だと直進性を出しながら、なおかつこの幅が細い方がこうクイックに動かせるかなっていうイメージで幅を細くやりました。厚みはもう体型通り厚くしました、はい。